おはようございます。12月の26日です。9日目。今時刻が8時48分ですね。8時48分で、気温がね、15.8度です。まあ一応撮っときましょうか。最近ずっと撮ってるんで、撮れるかな。15.8度となっておりままあまあ暖かいかもしれないですけど、かね、年末めっちゃ寒なるらしいです。あ、ごめんなさい。これ今手ブレ補正オフになってるんで、ちょっと手ぶれ多いかもしれないですけどえ、今日もですね、無事室内干し垣さんたちは、 生き延びておりますやっぱりこの <laughs> こいつねこの白い斑点が気になりますこっちはどうだろうなうんこっちの方がなんか期待高いかもしれないですねえ柿男と柿男と,柿子とか勝手に名前付けてますけど、えーまあ、誰もあの柿の名前募集に対してコメントくれないんでもう勝手につけました別に強制じゃないんでね別にそれどうでもいいんで話なんですけど、はい、あ ちょっとなんか柔らかくなってきたかな今ちょっと軽めに手で揉んでますけど気に入ってるあ顔認識になってた49点にしますねあちょっとあかんかん柿を持ってねこうバランス変えるとね多分ここすぐ取れてしまうんでこれはだんだんこれ間空いてきたでしょうこの右とヘタの間だんだん空いてきましたねこれ危ないですねでちょっと軽く、えー、揉んでねあのなんていうかちょっと柔らかくしますちょっと待ってくださいねこれこれぐらいがいいんかな バランス取ってちょっと揉んときましょうはいおいしい甘い柿になれよってこれやっといたらねあの柿にも人間の気持ちはちょっとあるみたいですまたあんまり揉みすぎるとね中身が出てしまうんではい優しく優しく、えー、もみもみタイムというわけでね今日も、えー、無事柿さんは元気につらぶっておりますまたあのちょっとこれから仕事出かけてきますけどまた帰ってから撮影したいと思いますじゃあ おい、えー、しい干し柿になるよ。そして、えー、帰ってくるまで待っといてね。は、え、い、ー、じゃあ、えー、てっぺでした。じゃあ、また次の、えー、次の撮影。はい、バイバイ。はい、えー、時刻21時26分です。えー、9日目ですね。はい、えー、帰宅しました。ちょっと急いで今、動画撮っておりますけど、ええー、感じで。 吊るるされててかなって感じですねちょっと見てみようかなちょっと今日はね実はこの後あとリスナーさんからねあの質問来てますんでそれにちょっと軽く答えようかなということで、えー、もうちょっとしたらあのその話題に入るんですけどその前にちょっとこの気になってる白判定の部分とかね、えー、どうだろうちょっと軽く揉んときましょうかはいおいしい柿になるよ あんまりするとまた中身飛び出てもあれなんではいえー、っとはいじゃあこっちもこっちの方がねかきよりも柿子の方がなんとなくできはいいんですけど謎のこの、えー、くぼみとかねちょっと、えー、まだまだよくわからない部分もありますが、まあ、これもちょっと軽く揉んでおいておい、まあ、しくなりよう寿命を唱えますじゃあちょっと、えー、リスナーさんからのご質問に答えたいと思います はいえー、というわけで、バーメイチャンネルてっぺいです、えー。先ほど申し上げた通り、リスナーさんがですね、えー、ご質問されていましたので、えー、そちらに対して返答したいと思います。あバーメチャンネルのね、えー、星書き動画へのおコメントなんですけど、ちょっと今、パソコンで開いております。まあ、一応も回答はメモしてますんで、えー、あれ。 いやーもう全然関係ない話なんですけど、やっぱり毎日動画撮るの大変ですね。今日で9日目なんですけど、まあ9日連続でね、えー、部屋干し来撮ってますけど、まあまあ,あの、なんかいろいろやっぱあるみたいでね、まあそれは置いと、あのちょっと武道館の裏側なんですけど、じゃあ早速行きましょうか。ちょっとお名前、えー、言いませんが、こんな質問ですね。えー、質問ですと、1、2、3と書いております。えー、一つは、揉むのは毎日がいいのか。 たまにでいいのかということですね、まあ、これ、基本的に星書きに対する質問でございます。で、まあ、これに対してはですね、あまあ、3つ全部言いましょうか。で、2つ目がですね、目標の白い粉をふかすのはどうすればよいのかえ。そして3つ目ですね、雨の日は室内に取り込んでいますが、扇風機とかで風を送らなくてもいいのかということです。まあ、これについて、まあ、あの、バメチャンネルなりの、 見解を発表させていただきますこれは、まあ、あくまでも私の意見なんで、他の方は違うかもしれないので、そこら辺ご了承ください、まあねあの。他の方にも多分役立つということでちょっと共有させていただきます。じゃあ、まず一つ目ですねえ。もものなんですけど、これはね、毎日しないでもいいと思います。おっしゃる通り、たまにでいいと思います。まあ、たまにの、ね、定義っていうのは難しいんですけど、まあ、例えば、例えばですよ、あのこれもね、本当に、もう1、2、3、すべてに言えることなんですけど、 柿の状況とか天気の状況とかもしくは干している状況とかによって全て変わりますので、まあ、それを差し引いてですね一般的な回答、えー、ということにしてくださいで一般的にはまあたまにですねでたまにの頻度はそうだな、まあ、23日ぐらいですかね、まあ、干し柿のね、えー、干す期間っていうのがだい2週間から週間から まあ、3週間、まあ。長ければ、ちょっと天気次第では1ヶ月程度ぐらいになるかもしれないんですけど、まあ、その中で考えると、まあ、2、3日に1回かなという感じもしますね。えちなみにね、晩飯チャンネルの2019年年末の星柿シリーズ、4種類ぐらいの星柿をね、作りましたね。最上垣、あたご垣、藤垣、八夜柿,柿作りましたけど、まあ、その中でね、あたご垣は 比較的揉んだ方かなということですこれ要するにあたコが来て結構大きいきあったんで、まあ、もしかしたら早く甘くなって早く干し柿状態にしたかったということで揉んだのかもしれないですね後のの柿はですねあんまり揉んでなかったですねまあ特に最上書きと八条きに関してはサイズが小さいんで 揉む必要ももななかかったのかもしれないですね、まあ、結局、えー、揉むとどういう効果があるのかということなんですけど、まあ、甘くなるということですかね。あとは、早く、えー、こうジュクジュクっとした柔らかい柿になるかなと思います。じゃあ、2つ目のご質問です。 目標の白い粉をふかすのはどうすればよいのかということで、まあ、これね、あの星、ー、柿、皆さんお店で売ってるのを見にしたことあると思うんですけど、まあ、一個一個ね、丁寧に袋詰めされてる星柿もあるんですけど、まあ、あのパックでね、えー、袋詰めされてる星柿もあると思いますが、まあ、なんかこう周りに白い粉が、てん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 とついてるのを見たことあると思いますが、まあ、おそらく、えー、この質問者さんは、そういう星柿を作りたいと。 いいうことだとだ思います、まあ、それに対する質問なんですけどこれはですね我々はやあのこ白い粉をふかすための行為っていうのはねやっていないのでこれはっきりしたことは言えないですね。でまあこの白い粉なんですけどおまあ一説というかあのいろんなあ資料とかを見ておりますとブドウ糖らしいですね。ブドウ糖がが結晶化したのが 柿の表面で,で,きてでまあそれが白い粒になると粉になるということなんでこれもね柿によって出たり出なかったりとかもしくはその,そのシーズンの状況によってねいろんな状況によって出たり出なかったりするみたいです。で有名なね長野県の一田柿っていうのがですねやっぱりこの白い、えー、点々の出たあの干し柿をよく出されてると。 思いまして、まあ、今回ですねちょっとその辺りをインターネットで調べてみますと JA 南信州というホームページにですね詳しく一田きのことが書かれておりまして、まあ、今質問者さんがおっしゃってる白い粉についてもかなり詳しい解説がされてましたのであのもし皆さんの参考になればいいなということであの再生画面下の説明欄に JA 南信州の該当ページのリンクを貼って いると思いますので、まあ、よかったらそちらの方もアクセスしてほしいんですけど、まあ、この白い粉をふかすには、えー、我々は特にあの何もやっていないのでわからないんですけど、まあ、ちょっとあのこれがいいんかなっていうのがですねとあるテレビ番組でやってたみたいでこれ僕実際に見てないんですけどあの一緒に料理やってるよっちゃんがこんなこと言ってまして、えー、とあるテレビでは柔らかいハケ柔らかいこのハケですねハケで その干してる最中のと思うんですけど干し柿の表面を撫でていたとなんかこうすれば白い粉が出やすくなるとかねまあそういうこともテレビで言っておりましたけど正直それはえ我々やってないのでわからないですねあそのねえ今 JA 南信州の該当ページ見てるんですけど下の方にですね Q&A がございましてえ白い粉は何と書いてますね ブドウ糖の結晶と書いております。ちょっとこれ、えー、読ませてもらいます皮の。柿の皮を剥いてのれんで乾燥させたものをさらによく揉むと中の水分が出てきますすると水と一緒に果実の中にある糖分が外へにじみ出て結晶となるのですこれはね柿という字に「しも」と書いて。 僕は最初「柿下」っていうんかなと思ったんですけどこれがねどうも「思想」と読むらしいですね。「思想」とも言われ均一に薄く粉に覆われた一打柿は極上とされます。と書いております。 また皆さんご自身で確認してください。では3つ目のご質問ですね。ちょっとごめんなさい。これ長くなっておりますが、ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ3つ目はですね、雨の日は室内に取り込んでいますが、扇風機とかで風を送らなくてもいいのかというご質問なんですけど、まあ、これも状況次第なんですけど、まあ、一般論とすれば、おそらくですが、えー、扇風機で風を送った方がいいと思います。これも一般論ですね。状況次第やと思います。 でですねあのー、この質問者さんがです、ねえーまあ、この1、2、3の質問以外に、ね、その上の方にと書かれているのが、えー私,えー、私の悩みは動画の最後でおっしゃっていた柿が黒ずむことですと、えー、書いておりまして、えー、次、進みますと直射日光が原因かと思い今はビニールシートで覆い直射日光が当たらないようにしていますと。 書いていてるんですけど、まあ、売ってる柿って結構オレンジオレンジしてるというかあんまり黒ずんでないと思いますね、まあ、特に今ちょっとご紹介したあの長野県の一田柿なんていうのはあのすごいあのオレンジ色というか柿色してて白い粉が拭いててね美味しそうなんですけどこれにはね、まあ、からくりがあるみたいですねこれもね別にあの隠してる情報じゃなくてあのいろんなところがあの公表してる情報なんですけど、えー、売っている干し柿の中には。 二酸化硫黄というものを使って殺菌もしくは柿を美しいようにしているものもあるというまあ一般的な情報でありまして先ほど申し上げました JA 南信州のホームページにもその二酸化硫黄のことについては書いておりますがまあこれもね人体に影響がない程度で使っているので まあ干し柿を食べる分には問題はないということなのでまあこのあたりね素人がこの二3回用を使って、まあ、いわゆるなんか訓定っていうんですかねまあそういうことをまあ企業はしてるみたいなんですけど素人では多分これは難しいと思うのでうんまあやっぱり どうな,んだろうなさっきあの質問者さんがおっしゃってるように、まあ、直射日光とかなんかなっていう感じもしますけど、まあ、これもね柿の種類によって、まあ、例えば西条柿だと比較的西条柿とか八重柿だと比較的柿色で出来上がりましたけど藤柿とかあたご柿あとちょっと黒くなったとかね、まあ、ありますんで、まあ、これはね本当に。 その柿の種類とか干し方とかそのシーズンの状況次第によって色は変わると思いますのでまあもう正直素人がやる分にはねこの色はもうあんまり気にしないでいいと思います二酸化硫黄のね訓定とかとか、まあ、ほぼ無理だと思うんでね素人ははい、えー、そういうわけでね今日は質問者さんの、まあ、悩みに答えられたかなっていうような動画でございました また、えー、この方以外にもですね、我々に答えられる質問があればですね、ぜひ送ってほしいなと思います。あの、再生会社のコメント欄に書いてください。まあ、ということでね、えー、ちょっと長くなりましたけど、えー、9日目の室内で星書きの動画これにて終了します。この動画は皆さん役に立てば幸いです。よかったら、えー、高評価とかあとチャンネル登録をお願いいたします。じゃあ最後にね、はい、えー、書き男と書き子さんを見て、さよならしましょうか。はい。 明日、ついに10日目か。27日、金曜日10日目ですね。この動画が多分あれですね、25日の、あ、違う、こ,れこの動画二27日に公開されてるから、まあ、皆さんがご覧になるのは、10日目ご覧になるのは、土曜日になるのかな。まあ、毎日更新をね、基本的に目指しておりますので、明日も動画を撮影して、また公開できると思います。じゃあ、バメーチャンネルてっぺいでした。皆さん、良い一日を、そして良い星焼きライフを、美味しい星焼きになるよー。 バイバーイあすみませんあの室内気温を言うの忘れてたんですけど15.5度でございます室内暖房はせずに発熱ベストで頑張っておりますじゃあ皆さん2回目のさよならですチャンネル登録お願いしますバメちゃんのてっぺでした明日10日もおいしいおしがき動画撮りますあ15.9 15.9度になりましたね。もうちょっとで16度です。